こんー <laughs> んばははい本日も生放送で始まりました「ワイズバンクプレゼントちゃんとしないと」えー、37回目うん、えー、今日もひろしとまさきとなおしとくちゃんとうん今日はのりちゃんがえっこ <laughs> <laughs> んばんはこんばんははいあのおなじみの<と>東京からはい 川からわざわざざ、はい、帰ってきました、はい、しかも約束もしてないのに T シャツも着て帰ってきてるって <laughs> もう隙がない <laughs> もうのりちゃんすごいね信じられない、はい、でまあ恒例ののりちゃんとですけど、うん、今日も本人いらっしゃってるんで <laughs> ああなるほど、はい、あの,のりちゃんの方からのりちゃんと呼んでいただけますでしょうか、うん、はい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 皆さんこんばんはこ <laughs> <laughs> んばんは 今週は旧盆ということで夏休みを取って沖縄に帰ってきています。はい、運慶でご先祖様を迎えして先ほどウークでちゃんとお見送りしてきました。はいはい、えー、たくさんの親戚と愛ごちそうたくさんいただきこの平和の時に感謝するばかりです。今週も番組楽しみにしていますということで出演してました、はいはい。ありがとうございます。すごいですよほらのりちゃんこんばんはっことですね。嬉しい。のりちゃんあの本当外見にあれよらず声可愛いです、ね。<laughs> よく言われますよる。かわいくないそれ気持ち悪い。ということで、今日、ううくいじゃじゃさっきなんか聞いてたよね、俺に。なんでだっけ ?CD やってた。女だから泣いちゃうやって言われるんだよ。すいませんね。 皆さん、今日ウうーくいでお忙しい中、生放送で参加していただいて、ありがとうございますね。僕はもう、第1回放送以来、うん、アルコール入りという。怖いな、もう第1回ひどかったからね、ね、ほ当とにもう、ほとんど喋ってなかったうん、うん、はんぐらいあの日、俺の中のうーくいだったちょっとよくわかんないですけど、まあ、今、巷ではオリンピック盛り上がってますけどね、うん、そいえば、広瀬あの、 来週のあの飲み会、あの辻のあの飲み放題食べ放の食べ放題のお店に決まったみたいよ。うん。ちょ何えリオに？リオリオじゃねえリオじゃリオでじゃねえよ。わかりにくいリオってわかる？わかる。ほらほら。やっぱやっかせはわからん。わかんないですよね。はい。ということでまあオープニングはこの辺にして早速いつものコーナー行きたいと思います。 週刊ちゃんと、はい、ということで、うんえー、このコーナーは、えー、広島正樹が気になる新聞記事をピックアップしてお送りしていますということで、うん、早速いきます、えー、8月14日、えー、琉球新報市町村面からですけど、えー、電気ガス水道携帯電話から離れ無人島でサバイバルということで 富敷村の国立沖縄青少年交流の家が1973年の開所以来全国の青少年を募集し再実施する夏休みの企画事業無人島アドベンチャーキャンプが7月25日から31日同村で開催されたと全国の小中学生男女24名小学生12名中学生12名が無人島生活にチャレンジしたと で、306人の応募の中から、北は北海道、南は西表城まで24人を選考決定したというということで、これどうですかちゃんとしてるちゃんとしてますねちゃんとしてるかすごいね。すごい。いいよね。今、この同じ時代の中、こう,そうだ、ね、いう体験をするっていうそうだね。<laughs> やっぱりほら、<え>飲んでたらダメだめじゃん。<え> <laughs> そうだねじゃないよね。でもこのサバイバル。うん。 なんかのりちゃんできる技あるえー、サバイバルなんかのりちゃん物理でしょ <laughs> 物理、先行,先行、科学と物理、うん、あじゃあなんか火起こしたりできる あーで,きないでも小さい時に私も渡嘉敷島に行ってうん、うん、まさにここ、青少年の家に泊まって<あ>それで星を見てからうん、うん、すごい星に興味を持ってうん、うん、天文学とかに興味を持つようになったので、はい、そういうところで子どもたちが何か一つ見つけてもらえるといいなって思いながら今聞いてましたあーなるほどもちゃんとしてる <laughs> こういうのもらって今こううい今日やりにくいいの <laughs> すごご素晴らしいねねめんねまさき <laughs> <laughs> 天文学から返すことは、訪問しか出てこないから意味が分かんないですけど、でも306人応募があってね、その中の24名。じゃその履歴書的な自己アピールに、僕は死にませんみたいな人がいるってことですね、101回目のプロポーズ、50回見ましたとか。どうやって先行したのかな、逆にサバイバルに強い人なのか、弱い人なのか、弱い人なのか、だけど弱い人の方がいいよね、伸びしろも、しこういうの経験してほしいでしょ。 何っさきトラブルノートラブルね自分も子供を生かしたいけどねだこんなのよくサバイバルアメリカのドラマとかもあるさとなんか雪国とかもやってほしい逆バージョンねでもやっぱ死ぬはずねほんとに心配したらねでもこんなのも海とか泳がしてるからね一応万が一があるから管理する方も結構気遣いながらだから。 でも横でねおじさんタバコにライターで火つけてそうだよ。ちちゃいちゃいちゃいみたいな。意味ないじゃん。うん本当まあそうだね。でもまあ最小限の水食料でまあやったということ。これ素晴らしい。これの大人版があればなんか二万円以内なら払ってでもうん行ってみやっぱりなんかリセットする方が。 するのが大事さんかあの星のリゾートの人も手当てるから離れてね。確かにね。やっぱいの大事な。何だったこういうのデジタルオフだった。こういうインターネットから消えるみたいな。そうだね。ぜひちょっと大人版ももしあれば比較してください。 はい、ブルガリさんが僕に任せろって言ってますけど。あブルガリさん,ん。でも前もその自衛隊の同期と出るとか言ってたさ、あの水元海軍って言ってるから。からやっぱそうなんだ、ね。すごいね。すごいね。ソルジャーなんだね。申し込んだから水鉄砲大会。<laughs> <laughs> あ、そうだ、ね。多分コメント来ると思います。楽しみ。次いきます。はい、えー、八月十五日琉球新報社会面から。えー、生徒と淫らな行為那覇署容疑で教員逮捕ということで、えー、これは那覇署は。 14日、18歳未満と知りながら、本島南部に住む10代の男子高校生とみだらな恋をしたとして、えー、児童福祉法違反の容疑で、本島南部に住む40代の教員の女を逮捕したと、で調べでは、えー、女は、女はって別に俺のこれ、書いてあるからね、言い方がちょっとあれだけど、<laughs> じょ女性ね、うん、は、えー、7月27日午後6時25分から、同58分の間。<laughs> <laughs> ちょっとそうですけどね、灰原町の商業施設を駐車場に止めた車内で男子高校生とみだらな声をした疑いと、で、えー、被害者の関係者が同署に相談し、えー、事件が発覚したということで、これどうですか、ちゃんとちゃんとですね、まあ、普段よくあるパターンと逆バージョンですよね、女性がっていうのはあんまり。ででも23分で何ができるの <laughs> てか、この道58分っていうのがすごいね、見てたのかな、これ絶対防犯カメラの映像の記録からこういう細かい時間が出てると思うんだけどまあ場所的に、バルの何、遊技場、ああ遊戯場かいい商業施設、これも絶対ラウンド1でしょ、ラウンド1でラウンド2まで行ったのかっていうの決めつけはよくないけど、まあでも。 ニトリか、まあ、ニトリかもしれんか、うん、ニトリはさすがにでも、ニトリは1回しかないから駐車場生々しいラウンド1の被害者の関係者がっていうのは彼女なのかな、このなんか急にうまくなってるみたいな <laughs> <え>想像がすごいねだっ,てだってお母さんが言うわけないさ、急に。なんかうんうん、うん でも困ってどうしようって大人に相談したんじゃないのああ素直に、うん <laughs> うん。でもまあこれは名前はまあね<え>その男子生徒は逆に特定されるからまあ出してないんですけどね。ねでもこのまあごめんね別に俺男子生徒も文句言わんし女子先生も別にどうでもいいんだけど、うん、このフェイスブックとかでもこれ出てくるさ、うん、こう例えば記事を出したりこの新聞社の記事も。うん 例えばフェイスブックボタンとかツイッターボタンってあるんだけど、うんうん、いいねってど,ね<ー>どっちにいいねしてるのかなとかね。<ー>なんかだから悪いねえ。俺だけ今こっち相当ドン引きされてる <laughs> して。してないです。してないでも今フェイスブックもあもひどいねボタンとかちい,いねてあったのかな <laughs>。気持ちいいねはないですね。<laughs> な,いない。ちゃんと <laughs> <laughs> でもね男性人口はしたら先生とまあいいや、はい、ということでまあちゃんとですねこれはそうですね <laughs> うんなのでまあいいよ、はい、もう今日俺はもうあのアルコール入ってるからあもう普段からみどらな行為しかしてないですけど <laughs> 普段逮捕ですホントにねすいませんはい次いきます、えー、8月16日琉球新報市町村面から、うんえー、お店で勉強はかどる6事業所スペース提供ということで えー、那覇市首里寺町周辺の PTA や学童クラブ、えー、事業所の有志らが6月に城東小学校未来ワクワク会を設立し学校とも協力して子どもの居場所づくりに取り組んでいると、うん、で従来から水いども食堂などの活動に取り組んでいる 寺児童クラブに加えてコープ首里など上套商前の県道29号に面した複数の事業者も店舗内のスペースを提供し子どもたちが夏休みの宿題などに励んでいるということでこれどうですかはかとるーねまあでもこれまあ僕も今首里なんですけどなんかすごいいい試みかなと、うんうん、要はまあ ななかなか今親もねいないか今も自分たちも共働きで子どもたち本当に家にいて宿題やっとけよみたいな感じだけどまあこういうふうにどっかでやる環境があってお店の人が見てくれてるっていうのはすごい,い,い、うんうん、お店の人頭いいのいやいやまあそれは場所だけ提供してるまあ場,まあ場合もあるし教えてくれる人もいるかもしれんけどでも涼しくて集中できるし友達と教え合いながらできるから楽しい、うんうん、のりちゃんは家庭学習派だった私 小学校の時は塾にっ私4年生から通ってましたでも,、うん、でも塾では3時間ぐらいしかやらないので、うん、帰ってきてお家ちで、まあ、でもリビングとかでやってましたうん、うん、あ出た東大生はリビングで勉強するってテレビでやっ,ってたよねどうなの なんかうるさいところでやるそうちょっとね音があったほうが、ん、結構なんか勉強が集中力を高めるらしいし<う>俺ももうシーンとしたところで,できんからずっと受験勉強でもラジオを聞きながらやってた音なしはちょっとできなかった俺勉強できなかった <laughs> <laughs> それ個人的な問題でしょ残念残念,残念だね <laughs> れ、まあ、それでもや、ね、っかねパパ6年生から通ったけどうん その時はちょっとできたけどそれは塾行って、まあ、塾がそう6年生だけ行ったわけ、自慢じゃないけど、うん、俺は、うん、1>, 1年生だっけあ、1年間だっけ、うん、で行ったと。で、やっぱそれなりの。カンニングもせずに受かった。だ誰かしたのえ、してない <laughs> <laughs> まあでも、すごいいい試みかなというふうに思いますので、うんうん、まあ他の地域でもね、こういうのができたらいいかなと。うんね ね、なんか強制ではできないしね、だからやっぱ地域の人は協力しないと、うん、自発的にね、こういう活動が起きるといいですよね。うん、と、うん、思いますね、うんはい。ということで、ちゃんとしてるということで、うん、いいですか、はい、はい。じゃあ、最後。ちゃんとしてるじゃん、ハカドルーですね。はい、お店でハカドルーですね、はい。最後いきます、えー、8月13日土曜日、えー、沖縄タイムス総合面から。 昇降、えー、機故障が長期化ということでユイレール6駅、えー、沖縄都市モノレールユイレールの全15駅中小室町駅や三重橋駅など6つの駅で駅舎と野外の歩道を結ぶエスカレーターやエレベーターが故障で使用中止となり復旧まで最長であと4か月かかることが12日分かったとでいずれも修繕費用の算定に時間を有している部品が届いていないなどを理由に修理が始まっていない。 小室町駅では5月20日からエスカレーター1機が止まったままで、えー、県都市計画モノレール化によると復旧のメドは12月末と最大7か月間使えない計算になるこれどうですかうろいちゃん、昇降機復旧できません 復旧して、<え>早めに復旧してもらっていいです。できませんじゃないから。できません。<やろ> <laughs> できませんじゃないよ。ひどくないこれ。なか、まあ、この観光立県と呼ばれてる沖縄県で、実は優いレールじゃなくてゆるいレールだ。い<や> <laughs> ゆるなん名前は何でもいいけどひどいねこれ。ひどいでしょ。だって修繕費用の算定って壊れてから算定するってね。うーんメンテナンスとかさ、か部品壊れたらすぐ直せるように。 トヨタ看板方式みたいなね。どね、すぐ、すぐ部品来ないのかねだからねかかこれまたシンドラーのリスト車なのかな、あエレベーター問題なんだだから結局、あとあれなんだよね、この市町村によって担当が違うっていうのが問題で、うん、びっくりするよ、この何駅は県道だから、県のこっちは那覇市だから、役所。 でも絶対あの県庁とかのエレベーターが壊れてもこんな何ヶ月も放置しないでしょ、自分たちが使わないから、うん、利用者の立場に立ってなくて、うん、これ、内地だったら暴動問題、ね、でしょ、東京でさなんか地下鉄のエスカレーターが7ヶ月なりません <laughs> とか絶対ありえんでしょ、暴動が分か確かに。 車イスの方とかね足の悪い方とか使わないでくださいって言ってるようなもんだもんか反対側使いぐらいの勢いらしいよこっちがダメなこの間振島駅におか迎えに行ったけど確かに本当に降りれませんまさき降りれませんって反対側に向かいに行った相当ちょっと意識の問題っていうか本当に低さを露呈してるよねよく役所でもあるんだけどこの水飲み器あれなんていうの水飲み器 あ,あれがよくかわいい、<laughs> もうめっちゃカラッカラなって、ガムテープ貼って、故障中とかあるさ、よく役所行くときあったんだけど、うん、やっぱ何ヶ月経ってもずっと同じだ <laughs>、うん、あれってやっぱ最初に貼った人が、何月何日までに直さなかった場合は、ここまで電話くださいみたいな、自分で締め切り作って仕事した方うがいいんや。まあそうだよそう意識が大事だよね、本当にね。 だからこの今、よく道も草がすごい生えてると、東京都行ってもすごい綺麗でしょ、緑もあるし、観光をね、だから観光立件ではなかったっていうか、意識が本当に低いなというか、い伸ばすとか言ってるけど、いや、伸ばすも大事だけど、今、壊れてるのも直そうよみたいな、予算がないとかって、いや、予算があるじゃないとか思いながら。伸びなない可能性も出てきたねねこんだ本当よ確かに ちょっとこの辺はちょっと、まあ、今結構今日もテレビのニュースやってたけど結構まあニュースになってるから,、うん、だから言われたらやるさ結局三重橋は結構早めに治りますみたいな普通のことでしょ、うんね、これはちゃんとですね <laughs> あの修繕できませんじゃないから、ね、<laughs> やってもらわないと困るんでね俺、うん、責めないだからね俺はモノマネだ <laughs>、うん、はいということでこの辺で週刊ちゃんとはお開きということで、うん、一回シェイムお願いします ちゃんとしないと。一分以上今、ね、何もしないでいい、ね、狙い撃ち四分ね。一分を。長。うん。四分ぐらいいるでしょこれ。うロッキー。そ五分用意してたけど。なし,しホテル電話した。耳はでも全然聞こえないの今日は。 めっちゃでかいよ。俺全然聞こえん。通に聞こえてるでしょ聞こえる。あっ、酔っ払ってんだ。前はそうだね。これなった、それな何だっけ?「酒曜日逆転有罪」。 はい、ということで。はい、はいえー、早速コーナー行きたいと思います。うん、まさきのちゃんと狙い撃ち。<laughs> ということで、今日は何を狙い撃ちましょうかね。まあ、今日の新聞長官ですね。新報社会面。はい、ええー、酒気逆転有罪。うん、まあ、これは。うん、簡単に言うと。うん、な,なんだっけ。まあ、一回だから、裁判があったわけでしょあの朝。えー、はい。あの。 飲んで去年だねその去年一旦裁判があって朝9時20分ぐらいに捕まった人がまあ飲酒運転だったんだけど酒気帯びじゃないみたいなこのアルコール保有の認識を認めるに足りる証拠がないまあ自分は飲酒運転って意識がないみたいなことで無罪だったもでもまた今回 これは二進化、うん、で逆転、有罪、うん、また結局有罪になったという話なんですけど、うん、まあ僕はどっちの見方にもならないんだけど、うん、一応、この人は缶ビールまあ夜7時から10時半ぐらいまで飲んだらしい、うん、で代行で帰って朝運転下手だなと思うけど追突 <laughs> してるからね。 なんだっけそうだね、青森いっぱいなんてあるのかなとか <laughs> まあ思うけどもちろんそうだったとしても、うん、結局、何がおかしいかってこの警察が測る機会があるんだけど、うん、あれと同じ機会を市民に配るべきだなじゃないかなって僕は思ってて例えば会社休む時に、うん、40度の熱が出てますって世界共通の言葉でことばで触りましたとかないさ <laughs> ちゃんと体温計があってああ,、うん、あ,あじゃあそれは休みなさいっていうの、ん、あのフーってやるやつアルコールチェッカー白いのとか2 0 0 0いのあるんだけど、うん、あれと警察のやつは全然違うわけど制度があそうなんだ、うん、知らなかっただからあれで OK と思っててもダメだめだ、はい、だったら揃えてっていう、うん、そのそうすれば意識があるかないかは、うん、だって自分たちだって朝自信がない時は多々あるわけああ、うん ちょっと遅くまで飲み席。そうそう、どっちかというと追突しないでねと思ってるから、ね。<laughs> うん、から基準が曖昧というのは問題ってことだ、ね。だからその、うん、ね、意識があったかどうかっていうのは誰もわからない話で。うんそ,うん、それで一回無罪になったのはすごいなと思ったわけ。<laughs> あ、そうなん、ねうん。うん。 だから先週言ったけどオクラを配るんじゃなくてチェッカーを配れっていう話だよね。まあ、どっちかって効果があるのはやっぱりもらったらちょっと朝やろうかなっていうのもあるかもしれないし、ねうんうん、チェッカーズでも呼んでた。解散してるから解散してる涙のリクエストや <laughs> <laughs> まあでもそういうちゃんと基準は確かにないと今後もこういうのまたね、うん、でしょで体温計並みに共通言語にすべきだっけあんたはナンパーだからだめだよって言ったら、うん。 奥さんだからそうだね基準は人によって変わるとこっちも困りますよねだからこの機械ではこうでしたよって言っても聞かんわけよ警察はああなるほどねこれで出てるからってだから意味ないよね結局このチェックしてること自体が意味がないってことになってしまうからまあそれはじゃあまあ体温計みたいにどこのメーカーが出しても大体37.5は37.5ですそうそういうふうにきちんとやるべきだよね 別にだからといって飲酒運転を助長するかって別にそれでしたい人はすればいいわけよ、うん、勝手に。でもどっちかというと、うん、しない人の方が多いし朝不安な人はいっぱいいるわけ、うんうんうん、そうだ,、ね、だから変なのと思って、うん、確かにその飲んですぐそのまま運転して帰る人と、うん、朝ちゃんと帰って、ままあ、考えたら全然,全然違う話です。 基準ってそれ曖昧さね、うん、朝じゃ6時に帰って、1時間寝て寝たらいいのって話になるから、うん、やっぱどっちにしてもそういう朝でも夜でも、これで測ってっていうをらないを、うん、そうそう自信を持って戦える、ね、用意をして、変な話、動画でも撮って、自分で、うんうん、なんかもう一個ありますかみたいな。うんうん 本当は携帯にそういう機能がついて、そ,それだともう朝から電源オンにならないとかね、そのあ携帯もつかない。今、車もそれで測ったじゃないとエンジンがかからないようなのも考えてるみたいだけど、まあ、そういうふうにすると結構、車自体が運転できなくなるからそういうのがあればね、例えば今日直しラジオに対するやる気がないとか <laughs> 毎日ないやし、そしたらお前参加できないよ、そしたら。そんなことないよね。<laughs> ね はい、ということでちょっと時間も時間なんでまあそういうことでちょっとかわいそうだなっていうか, <laughs> なんか不公平だなと思います、うんうん、あの、うん、そうですねはい、はい、ということで一旦また支援をお願いしますはい沖縄の印刷会社ってホームページに料金表が載ってなくない安心してください載ってますよ A4 片面フルカラー2.53円からコピーは手安ィーン格安印刷パッとする 印刷沖縄で検索もう一回流しとくじゃんはいすいません授業もらっ早速この子に行きます、はい、大人のホテル情報、はい、ウクイでもやりますよということで、うんえー、早速ウォーターホテル6部屋以上空いてます続きましてかくれんぼクラブ何部屋か空いてます先着順ですよ <laughs> <laughs> ワオワのタイミング最後ホテルエンゼル 電話取りませんウークイだからホテル閉まってんのホテルエンゼル忙しいのかウークイだからかわかりませんけど電話取りませんので行く方は一応確認してもらってすいません花地さんからトラックにはアルコール検出したらエンジンがかからないってあやっぱりあるんだすごいやっぱああいうの事故ね会社が逆にやっぱ怖いからそういうのつけるんだよね今ねタクシーも ドライブレコーダーつけてね。すごいありがとうございます。はなさんかな、花地さん。え、花地さんでしょ。あ、ありがとうございます。花地さんってな、あんましゃべっちゃダメだね。ということでどうでしたか、のりちゃん。ドキドキしました。え？何アピールしとんじゃ。いいでしょう別にね。 帰ってきた時にはぜひというのとまたのりちゃんとは継続して来週から毎日大ちゃんとは一切来ませんどういうことですれ実はのりちゃん死んでてさ幽霊だったみたいな怖いわ殺さないでください。ということで最後曲でお別れしたいんですけど今話題のね解散騒動で話題の歌で締めたいと思います。 はい、それでは聞いてください。奥はも先で夜空の向こう。夜空の向こうで死後処分。の向こうね。